まるちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まるちゃんです。こちらスペインはマラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマは会話に役立つネタ作りっていうのをやってみたいと思いますよ。こちらまるちゃんのサバイバルスペイン語講座では、私のスペインでの日々の生活をもとに、楽しくレアなスペイン情報と簡単で必ず通じるスペイン語をあなたにどんどんお届けしておりますよ。ぜひですね、チャンネル登録をピチーとしていただいて、私と一緒に、ね、楽しくお勉強していただいて嬉しいです、ということでございましょうか。ね、で今日冒頭で申し上げました、今日はですね、会話に役立つネタ作り、こちらをねちょっとやってみようということでございます。というのもですね、以前にですね、スペイン語が上達しない人は集まれというね動画を作りました。でその時にね、最後にね、〇〇のスペイン語を極めようというふうに皆さんにね提案をいたしました。でその〇〇というのは、ご自分の興味のあることを、それをねスペイン語でどん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 掘り下げて、スペイン語の幅を広げていこうというご提案をいたしましたよ。自分の好きなことだから、続けられるし嫌にならないというね、そういうことでございましたけど、それがなかなか見つからないのよ。見つかったとしてもどういうふうに勉強していけばいいかわからないのよ、まりちゃんというね、そういう方いらっしゃるかもしれませんね。で今日はね、そういう皆さんにちょっとお手助けということでね、どういうふうにねやっていけばいいかって、ちょっとねこちらを実践してやってみようと思います。でせっかくねスペイン語を勉強したら、ね、スペイン語が通じる方とお話をしてみたいということで、やっぱり会話をしたいね、会話をしてみたいというのがありますよね。で、その時に何も話したいことがないと、まに会話につまずいて、もう何も空を見上げるだけ、というようなことになりますからね。で、そういうことでいけませんのでね、今日はまずね、その会話に役立ちそうなテーマをまずちょっと見つけまして、で、それをね、ちょっとどんどん掘り下げていこうということでございましょう。で、今日のテーマはですね、ペットにしました。ね、これね、スペイン人ね、結構たくさんね、ワンちゃん飼ってる人とかね、猫ちゃん飼ってる方多いんですよね。まあ、日本でも最近多いですね。どこのね、SNS を開きましてもね、今日のワンちゃん、今日の猫ちゃん、ね、もういろんなのが出てきますよ。たくさん出てまいります。ということは、ペットに関することはね、話題に尽きないということでね、今日ちょっとペットに関するね、ことをお勉強していきましょう。で、まずどういうふうにやっていくかというと、そのペット周りに関するワードをまず広げてまいりましょう。そのワードを広げた後でどういう風な会話が成り立つか、これをねちょっとシミュレーションでね会話文を作ってみようということになりますよね。でまず最初に、じゃあそのペットにね関するワードをちょっと見ていきましょうか。まずね、ペットっていうのはこちらではね、スペイン語ではマスコタという風に言いますよ。日本語で言うマスコットだとちょっと意味合いがね違ってきますけど、マスコタという風に言うのが、ね、ペットということになりますでしょうか。で、どういうようなね動物が多いかというと、まずね、ペロ、この辺でいつもね、ううってね、いつも喧嘩してるワンちゃん、ペロ、うちにいらっしゃる女王様、あれはガト、ね。ガト、さっきから言ってました、ペロとかガト、これは犬、猫っていう総称になりますけど、それメス猫というふうに言いたい場合は、ガタというふうに女性形に変化しますからね。ガトというふうに言うとオス猫。ガタっていうふうに言うと、これメス猫ね。ワンちゃんだとペラっていうふうに言うと、メス犬というふうになるということになりますからね。この辺多いの、パハロ。スペイン人ね、結構鳥さん飼ってる人が多くて、パハロ。鳥専門店だったりもね、よく見かけますけど、パハロ。その中でもね、多いの、ロロ。これ、発音難しいんですけどね。ロロ。言えてるかどうか、ちょっとね、不安なんですけど、ロロ。これ、オウム。オウムさんですね。オウムさんをロロというふうに言いますよ。あとね、ペスカードじゃない。ペス。これはね、魚。ね、熱帯魚とか金魚のねことですけど、こちらペスというふうに言いますよ。さっきね間違って言っちゃった、ペスカードというふうに言うと、私たちがねいただく刺身とかね、お寿司にしていただくお魚さん、あれはねペスカードね、言ってるお魚さんたちはペスね、だいたいまあ一匹で飼う人いらっしゃいませんからね、ペセスというふうに、じゃ複数で読みましょうかね、ペセスというふうになりましたね。あとまあ爬虫類系だとセルピエンテ、ね、ヘビちゃんとか、あとトルトゥーガ、まあ、カメであるとか、あとイグアナをね飼ってるお友達もいましたよ。あとね小動物です、ね、コネホウサギさん、アームステル、これハムスターですね。フェレットって言うんですか、日本語で。
ああいうのだとウロン、ウロンという風に言いますよ。まあ、だいたいこんな感じのね、ペットさんがね、スペインのご家庭にはいらっしゃるということになりますね。全部のね、ペットちゃん見ていくわけにいきませんので、今回はワンちゃんと猫ちゃんでね、見ていきましょう。ペロイガト、ペロイガトということでね、最初じゃあワンちゃん見ましょうか。ペロ。で、これね、最初、犬、ペロという風に言いましたけどね、これね、カニの、カニーナというふうによく呼ばれます。これはね、犬科のということですね。犬科の、犬科のね。これはカニーノ、カニーナというふうになりますね。子犬さんのことはカチョロ、カチョロというふうに言います。今ちょっとワンちゃん吠えてますね。タイミングが素晴らしいね。というか、ずっと吠えてるんですけどね。で、これね、カチョロというふうに言いましたね。で、これね、犬の話をするときに、よくね、話題に上るのは、ね、ラサ、犬種ですね。犬種。で、これ犬種ね、全部言っていくわけにはいきませんので、例えばですよ、ね、犬種をどういうふうに調べていけばいいかというとね、これね、まず最初の、犬種ね、犬の種類、犬種という言葉をまず見つけましょうね。ラサでペロというふうに言うと、まあ、犬種ですね。犬種ということになるんで、それをですよ、例えば Google とかの検索エンジンに入れましょう。ラサでペロというふうに入れるとね、まあ、いろんなページがわーっと出てくるわけでございますね。そういうページを開くと、まあ、写真とかね、絵柄がついててわかりやすいし、そういうのを見ながらね、ああ、このワンちゃんはこういうふうに呼ぶんだとかね、例えばダルメシアンだとダルマタね、ジョークシャは、ヨークシャテリアはジョークシャ。ね、プードルはカニーチェとかね、ジャーマンシェパード、こちらパストールアレマン、ラブラドールはラブラドとかね、そういうふうないろんなワンちゃんの名前がね、まずね、ゲットできるということになりましたね。あと、チワワね、よく言いますね。チワワというふうにこちらでは言いますよ。で私のお友達が今大変可愛がっているね、この辺で多いんですよ。ね、見かけるワンちゃんで、ペロデアグア、ペロデアグアっていうね、ワンちゃんがいますね。ちょっとムクイヌみたいな感じなんですけど、なぜか知らないですけどね、ちょっと動物のこう毛でね、アレルギーが出る方いらっしゃいますけど、そのワンちゃんだとね、アレルギーが出ないというふうに私聞きましたよ。ペロデアグアというワンちゃんもいますね。あとね、スペインでよく見るのがね、ガルゴ。細い、なんか走るやつですよね。なんか、すんごい勢いで走るワンちゃん。あれ、ガルゴ。これもね、よく見かけますね。あと、ちょっと戦うワンちゃんね。ピッブってやるとか、ブルドーとかね、ボルテリアとか、あと、なんでしょうね。最近多いのはね、日本犬よく見かけるようになりましたよ。あれはね、柴犬とかね、秋田犬とかね、そういうふうに呼ばれるそうですよ。でね、今申し上げたようなワンちゃんなんですけど、まあ、しっかり血統書がついているようなワンちゃんですと、ペロデラサというふうに呼びますよ。これ血統書付きのという意味になりますね。で、さっきだとラサでペロっていうふうに言うと犬種ということになりますからね。ペロデラサっていうふうに言うと血統書付きのワンちゃん。ということになりましたね。あと雑種ね。雑種、まあ、ほぼ雑種ですから。あの人たちね。ほぼ雑種ということで、こちらはね、メスティソ、もしくはクルサードというふうに呼ぶということになりますよ。メスティソイクルサード。ね。これ、ワンちゃんのこういう犬種をね、たくさん知ってるだけでもね、会話がどんどん進みますから、あの犬はこうなのよとかね、性格とか、特徴なんかも勉強しておけばでしょ。もうあなたは犬博士ということになりますからね。次じゃあ猫ちゃん見ていきましょうか。猫ちゃんのね、種類ね、まあ、こっちでもほぼいませんけどね。こちらでいるのはね、例えばね、シアメス。これはね、シャム猫。シャム猫ですね。シアメスというふうに言いますね。あと、ペルサ。これペルシャ猫。ペルシャ猫ね。アスルソ。というふうに言うと、これロシャンブル。あと、アビシニオ。これアビシニアンっていう猫ちゃんですね。で、うちの猫は、ちなみにですよ。エウロペオコムン。というね、ヨーロッパの大体の猫というね、名前がついていますね。雑種というか、ヨーロッパ猫という感じでしょうかね。先ほどカニのね、ワンちゃんでね、犬科のという言葉をご紹介しましたけど、猫さんはね、ベリーノ、
フェリーナというふうに言いますよ。フェリーノ、フェリーナ。ここで猫科のという意味になりますね。子猫だと、まあ、ガティート、ガティータということになりますね。猫さんはね、まあ、そういうラサで見るよりも、色でね、見ることは結構多いですね。先ほど言いました、検索エンジンで、コロールデガト、コローレスデガトとかね、そういうふうに入れますと、いろんな猫のね、その色の、まあ、毛の色ですよね。毛の色の呼び方なんかも出てきますね。例えば、トラネコ。トラネコだと、アティグラード。アティグラード。ドラジャードとか、私の動画によくね、写真で出てくれるね、ミーさんね。ミーさんは三毛猫ですけど、トリコロ、トリコロというふうになりますね。トリコロ、三毛猫ね。で、二色の猫ちゃんは、ビコロール、ビコロールというふうに言いますよ。で、ビコロールで、例えば、ブランコイネグロ。これ、白黒の猫ちゃんね。ブランコイナランハ。白と茶色っぽい猫。白とグレーで、ブランコイグリス。こういうふうなね、猫ちゃんがいるということになりますね。で、私の猫ちゃんね。もう今日全然もうやる気ありませんけど。あの人はね、カレイ。カレイという色になりますよ。もしくはトルトゥガ。トルトゥガ。なぜか亀色ということですね。カレイ。もしくはトルトゥガというふうに呼ばれるということになりますね。で、うちの猫ちゃんね、パスポートを持っておりますので、例えばそのパスポートには、フェリーナ。フェリーナね。フェリーナ。猫科のエウロペオコモン。ヨーロッパ猫のトルトゥーガね。亀色というふうに表記されているということになりますね。で、今見てきたのはね、猫ちゃんのね、まあ種類とかね、ラサであるとか色なんか見ましたけど、もうこういうのもね、知っておくといいお勉強になると思います。もっともっと知りたい方はね、色によってね、性格が違ったりするんで、そういうのもね、一緒にね、ちょっとメモしておくと面白いと思います。で、これからね、ちょっと例えばですよ、そのワンちゃん、猫ちゃんをね、飼うにあたってね、どういうような言葉が必要になってくるか。これもね、一緒にね、お勉強しておくといいと思います。で、こういうのがどんどん会話に役立ってくることになりますね。で、それ、例えばどういう風な言葉が必要かな、ということで、これ別にいいですよ。日本語でも構いませんから、例えばじゃあ、保護する、保護する、とか、あとは、獣医さんね、獣医さん。あとは獣医さんでしなきゃいけないようなこと。例えば予防接種、虫下しとか、あと虫よけ。ね、こういうのとか、あと餌の名前とか、ね、あとワンちゃんとか猫ちゃん飼うときに必要なものね、まあ、ベッドであるとかトイレとか水飲み場とか餌入れとかね、そういうのちょっと単語をね、必要になるような単語をピックアップしまして、で、調べましょう。で、スペイン語でそれを自分のね、ワードリストに入れておくというか、ここでいいですよ。別に、ね、書いて覚えるのもいいですけど、ここにね、入れるのが一番いいと思いますね。ここ、隙間、まっちゃ隙間いっぱいありますからね、どんどん入れておきましょう。ね、例えば、じゃあ、保護する。ね、猫ちゃんとかワンちゃんを保護する。ね、保護犬、保護猫を保護する。これどういうふうに言うかというと、これはね、アドプタール。アドプタールという単語を使いましょうね。うちの猫だとガタアドプターだというふうになりますよ。保護猫ということになりましたね。アドプタール。例えば獣医さんね。ベテ、これ獣医という、まあ職業名で言うと、ベテリナリオになるのかな。ベテリナリア、ベテリナリオというふうな獣医さんね。あとクリニカ、ベテリナリア、ベテリナリア。ね、ちょっと発音難しいですね。ベテリナリア、ベテリナリオ。ね、ベテリナリオ、ベテリナリア。あと予防接種ね、これはバクーナ。あとはチップね、チップはね、チップで大丈夫ですね。チップ。ポネールチップというふうに言いますよ。チップを入れるで、ポネールチップ。あとさっき言いました、お腹にね、虫がいるときに、その虫下しのね、薬。これはね、ちょっと難しい。ちょっと見ますね。パラスティシーダ。パラスティシーダ。あとね、のみとか、表面につく虫を、ちょっと予防したいときにね、ピペタというのをね、使います。ちょっと液体の薬をね、この辺に、背中のあたりにね、ちょっとつけといてあげると、まあ、どれぐらい持つのかな ?1 ヶ月半ぐらいはね、持つんでしょうか。ね、虫が寄ってこないということになります。ピペタというふうに言いますよ。あとね、餌なんですけどね、ピエンソ。カリカリね、普通のドッグフード、キャットフードの硬いやつ、カリカリってやつね。あれはカリカリはね、ピエンソ。ピエンソというふうに呼びますね。
こういう感じの、今日ちょっとサムネになってましたけど、これね、コミダ・ウメダ。コミダ・ウメダというね、ちょっともう、高級、高級の猫グルメですから、ね、もう安いの食べません。もうこれしか食べないということで、ロジャル・カニン。ね、これメーカー名もね、覚えておくといいと思います。ロジャル・カニン。ロイヤル・カニンね。ロジャル・カニンというふうに言いますけど、こういうのコミダ・ウメダというふうに言います。こういう袋タイプのと、缶入りなんかありますからね。ワンちゃんだと散歩に行かなきゃいけませんね。散歩する、これはパセアール。パセアール。で、散歩をするときに首輪をつけるのはこれコジャール。コジャール、首輪ね。あと、コジャールと、そのコレア。コレアっていうね、ワンちゃんをこう引っ張るね、紐。紐をね、つないで、コレアをつないで散歩するということになりますよ。あと、ワンちゃんはね、散歩したときにね、なんか置いていかれるものがありますけど、置いていっちゃいけないですよね。これはね、エクスクレメントス、エクスクレメントスというふうに言いますよ。公式名ですね。公式名はエクスクレメントスというふうに言います。ふんですね。昔私びっくりしましたね。スペインに着いた当時は、もう本当に道歩くと、1メートルごとにね、そのエクスクレメントスが、ね、道に落ちていた。ね、時代がございました。最近はね、それを置いとくと罰金になるということでね、これをね、皆さん取っていかれますけど、まだまだやっぱりね、置いていかれる方いらっしゃいますね。エクスクレメントを置いていくだ、ということになりますよ。で普通の人はそういうふうに呼びません。本当は。本当は、カカ、カカ、というふうに言いますからね。あと、フゲテ、おもちゃとか、あと、カマ、ベッドですね。あと、ちょっと獣医さんに連れていくような時に入れる、持ち運び用のもの、これはトランスポルティンと言ったりとか、あと猫の場合はトイレがありますね。トイレこちらは、バンデハサニタリアとか、バーニョとか、アレネロ、こういうふうに呼びますね。で、その猫の砂、これはアレーナというふうに言いますよ。あと、クエンコね、餌入れ、クエンコ、お椀ね、お味噌汁飲んで、ご飯入れたりするような、あれね、クエンコというふうに言いますね。あと、コメデーロとか、ベベデーロね、水入れとか、餌入れ、こういうふうに呼ぶこともあるでしょうね。で、最近だと、こう、自動で出てくるのありますよね。ああいうのに、ディスペンサドールでピエンソアウトマティコ。ディスペンサドールでピエンソアウトマティコというふうに呼ばれるそうですよ。で、こういうふうにね、まず最初はですよ、単語をね、覚えて広げていく。これが必要になりますね。そうじゃない、単語知らないと。もう何もできません。聞き取りもできないし、喋ることもできないし、読んでも理解できないということですから、まずワードをね、どんどん広げてまいりましょう。で、今回ね、これでちょっとペットの、特にワンちゃん、猫ちゃん関係のワードが広がりました。で、あなたこれからね、誰かとお話をしたい。で、お話をするときにですよ、想定してまず会話文を自分で作ってみるっていうのもいいお勉強になるんじゃないかなと思います。で、私が、今日ね、皆さんに代わりましてですね、会話文を作ってみましたので、ちょっと見てみましょう。これ設定といたしましてね、主人公はね、マリアさん。マリアさんが、ローラさんっていうね、自分の知り合いか、職場の仲間か知りませんけど、その方にちょっと質問したいことがあるということで、まずね、マリアさんの言葉から入りますよ。ゆっくり読みますね、最初ね。オチェ・ローラ、テイバー・プレグンタル、トゥ・テニアス・ウン・ガト・ベルダ、ラ・セマナ・パサダ、アドプテ・ウナ・ガティータ、Por eso quería preguntarte si hay alguna clínica veterinaria buena por aquí. というのがマリアさんの最初の文章になりました。ね、最初の会話文ね。次、ローラさんが答えます。Bien, es una hembra. ¿Cuántos meses tiene? ¿Tienes alguna foto de ella? Enséñamela. というふうにね、ローラさんが言いました。次に、マリアさんが。Sí, es muy mona. Mira, mira, es ella. Estoy loca por ella. Es muy buena y ronroneadora. Me han dicho que tiene unas 7 semanas. ¡Ay, qué tierna mi niña! A propósito, ¿cuál es tu veterinaria? Ah, claro. Yo siempre lo llevo a Clínica Mascota Málaga.Son muy simpáticos y clínica está muy limpia. Ahora me acuerdo de la vacuna de mi gato que ya le toca. Uf, voy a pedir la cita. 次に、マリアさんが、Clínica Mascota Málaga, ¿no? Yo también pediré la cita para poner chip y parasticida. ¿Podrá vacunar en mismo tiempo? で、ローラさん答えます。Consulta a ellos.
Esto es el número de teléfono. Pues bien, ¿cuál nombre le has puesto? He puesto Mocha por su color. Ay, qué nombre más bonito.というね、会話文になりましたよ。これ私が勝手に想定して作ってる会話文になりますからね。いいです。いいです。想定してて構いません。こういうふうにどういうふうに会話を進めていくかというのをね、こういうふうにちょっと文章にしてみるだけでですよ。本当に会話をするときに、今度来いよというふうにね、頭の中でね、こう整理ができて、言葉も出てきやすくなるということですよ。何を言っていたか見てみましょうね。オジェローラ、テイバープレグンタ。ローラさん、ちょっと。聞きたいことがあったのよ。て、いば、あ、プレグンタ。これ、いばね、これ、尖閣語ですけど、これは、しようとしていたという意味合いの尖閣語になってますよ。て、いば、あ、プレグンタ。あなたに質問しようと思ってたの、ということですね。La semana pasada, adopté una gatita. Por eso quería preguntarte si hay alguna clínica veterinaria buena. Por aquí.というふうになりました。これどういうことかというと、ね、ラセマナパサラ。先週私は子猫ちゃんをアドプター、ね、引き取ったの。それで、この辺でいい獣医さんないかと思ってあなたに質問したかったの。というふうに言っているということになりました。Bien, es una hembra. ¿Cuántos meses tienes?アルゴのフォトでええじゃん。エンセニャブラーというふうにね、ローラさん言っておりますけど、これはね、いいわね、よかったじゃないの。Es una hembra. 女の子?¿Cuántos meses tiene? 何ヶ月ですかというふうに聞いてますね。で、tienes alguna foto de ella? 彼女の写真持ってる enseña me la 見せてということですね。猫好きあるある。ね、これも、自分の猫見せたがるということになりますね。犬もそうでしょうか。ワンちゃんもそうでしょうね。多分ね、見せたがるということになりましたね。次に、マリアさんが、シエスモイモナ。ミラミラエスエジャ。というふうに言いました。シエスモイモナ。モイモナ。これなぜ猫なのに猿だと言ってるんでしょうか。猿ではありません。この場合のモナ。これは可愛いとかね。本当に愛らしい。そういう意味になりますよ。モイモナ、モイモナ。可愛いの。ね。ミラミラ、エスエジ。写真見せてますね。写真を。自慢の写真をこれ見せております。ミラミラ。これが私のエスエージャ。これ彼女よ。というふうに見せましたね。で、エストイロカポレージャ。エストイロカポレージャ。これはもう私、もうあの子に夢中なの。彼女に夢中なの。というふうに言ってますね。タロカポールアゲン。エスタロカポールアゲンで、これ誰かに夢中ということになりますよ。エスモイブエナイロンロネアドラ。モイブエナ、とてもいい子だし、ロンロネアドーラ、ちょっと発音難しいですけど、この猫ちゃんがね、ちょっと嬉しい時、喜んでる時とか、リラックスしてる時、もしくは逆に自分でストレスを解消したいような時とかにね、喉元でね、ぐるぐるぐるっとちょっと不思議な音を鳴らします。ぐる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 ってね、よく聞かないとね、聞こえないんですけど、喉元とか触るとね、震えてます。ロン、これはそれをね、ロンロネアというふうに言いますね。で、このロンロネアドーラというふうに言うと、もう落ち着いた、ね、とてもいい猫ちゃんという意味になりますね。まあ、リラックスした子ということでしょうか。ね、嬉しい、いつも幸せな猫ちゃんということになりますね。メアンディチョケ、ティーネウナスシエテセマナス。ね、メアンディチョケ、これ誰かが言った。これ多分ね、猫ちゃんをね、その譲渡してくれた人たちがね、マリアさんに言ってますね。ティーネウナスシエテセマナス。これどういうことかというと、だいたい7週間目ぐらい。だいたい7週間目ぐらいというふうに言って、ウナス、ね、これで、だいたいということで意味になりますよ。ウナスエテセマナス。アイケテールナミニーニャ、なんて可愛いの。もう仕事手につきませんね。仕事が手につかないぐらい可愛い。アイケテールナミニーニャ、テールナ、なんて愛らしいのということですね。アプロポシト、急に思い出したように、ところで、クアレストベテルナリア。あなたの言ってる獣医さんどれというふうに聞きました。もう一回聞きましたね。ローラさんが、ああ、claro。Yo siempre lo llevo a clínica mascota Málaga. Son muy simpáticos y clínica está muy limpia. というふうに答えてくれましたね。これはそうだ、そうだったわね。私はいつもうちの猫を連れてくのが、
マラガにあるクリニック、マスコタ・マラガというところに連れていくの。これもあの、ね、架空のお医者さんですけど、そこに連れていくのというふうに言っております。そんもいシンパティクス。先生とかね、働いてるスタッフの人がとっても親切で、クリニカイスタムイリンピア、清潔で、その病院自体がね、とても綺麗で清潔なのよ、というふうに言ってますね。話してるうちにね、彼女思い出しました。あほら、メアコエルドデラ、バクーナデミガット、ケ、ジャ、レとか、というふうに言いましたね。これどういうことかというと、そういえば、うちの猫の予防接種ももうすぐだったわ、というふうに言っておりますよ。ほら、目、アクワイルドで、これで思い出したってことですね。思い出した。何を思い出したかというと、ラバクーナ、予防接種で、ミガと、私の猫ちゃんの予防接種、ケ、ジャレとか、ケ、ジャレとか、そろそろね、順番が、彼のね、予防接種の順番が回ってくる頃だ、というふうに思い出した、というふうに言っております。そこで、ウフボイヤペリラシータ。そうだ。じゃあ予約しなきゃ、というふうに言ってる。ね、これはローラさんが言ってましたよ。で、そこでマリアさんが、クリニカマスコタマラガの、クリニックマスコタマラガでよかったわね。ジョタンビンペリラシータ、パラポネルチップ、イ、パラシティシータ。というふうに言いましたね。これどういうことかというと、私も予約するわ。チップをね、挿入するのと、パラシティシーダ。お腹の虫下しの薬をね、入れてもらう、ね、飲ませてもらうために予約するわ。というふうに言いました。これチップなんですけどね、一応こちらでは義務付けられていますよ。こんなちっちゃいね、米粒ぐらいの、そのなんちょ、ガラスのなんちょ、カプセルみたいな中に、その猫ちゃん、ワンちゃんの、そのね、彼らの、何でしょう、特定する番号が入ってます。で、それを入れてね、例えばでしょ、迷子になっちゃった猫ちゃんとかワンちゃんをね、病院に連れてきます。獣医さんに連れて行って、個別の機械でその番号を読み取りましてですね、そうするとその番号が、そのオーナーね、飼い主と、その飼い主のデータが繋がっているということになるんですね。で、それで飼い主が見つかるというシステムになっております。で、そういうことでね、ちょっと義務付けられているということになりますね。で、うちの猫にも入ってます。ちっちゃい時に入れましたからね、ちょっと太めのね、注射の針でプシュッと入れるという感じになりますね。チップを入れるのと、ね、お腹の薬を飲ませてもらうのに、ちょっと予約しなきゃ、というふうに、マリアさん言っております。で、ポドラバクナーレンミスモティンポ。ね、一緒にその時に予防接種もできるかしらというふうにね、マリアさん、ローラさんに聞くんですが、まあ、ローラさん専門家じゃありませんからね、そこはコンスルタエージョス、彼らにちょっと相談してみればというふうに言っております。エストエセルヌメロデテレフォン、ね、これが彼らの電話番号よというふうに電話番号をくれましたよ。ポエスビン、クアルノンブレリアスポエスト、ね、ところで、なんて名前つけたの？というふうに聞いてますね。そうすると、マリアさんは、エポエスト、モカポルスコロール。モカにした。モカちゃんという名前だそうですよ。かわいい名前ですね。これポルスコロ、彼女のね、毛の色に合わせてコーヒーのモカという名前にしたということになりますね。そうすると、ローラさんが、アイン、毛のんぶれます、ボニートというふうに褒めてくれました。なんてかわいい名前なのというふうにね、褒めてくれたということでしょうか。ね、これがね、私が今回ちょっとね、ペットに関してね、会話するときのどういうふうな会話ができるかというのをちょっと徹底して、文章を作ってみてみましょう。か、皆さんもね、ご自分でもっと簡単なので、もっと短い文章でもいいですからね。あなたの猫ちゃんは何歳なのとかね、お名前は何て言うのとか、何色なのとかね、こういうふうにしてどんどんね、会話ができるように文章をちょっと作ってみてください。ちょっと最後にじゃもう一度読んでおきましょうね。オジェ、ローラ、テイバープレグンタル、トゥテニアスウンガートベルダ、La semana pasada adopté una gatita, por eso quería preguntarte si hay alguna clínica veterinaria buena por aquí. Bien, es una hembra. ¿Cuántos meses tiene? ¿Tienes alguna foto de ella? Enséñamela. Sí, es muy mona. Mira, mira, es ella. Estoy loca por ella. Es muy buena y ronroneadora. Me han dicho que tiene unas 7 semanas.Ay, qué tierna mi niña. A propósito, ¿cuál es tu veterinaria? Ah, claro. Yo siempre lo llevo a Clínica Mascota Málaga. Son muy simpáticos y clínica está muy limpia. Ahora me acuerdo de la vacuna de mi gato que ya le toca. Uf, voy a pedir la cita. Clínica Mascota Málaga, ¿no? Yo también pediré la cita para poner chip
y plasticidad. Podrá vacunar al mismo tiempo. Consulta a ellos. Esto es el número de teléfono. Pues bien, ¿cuál nombre le has puesto? He puesto Mocha por su color. ¡Ay, qué nombre más bonito!というね、会話文になりました。今日こんな感じでね、ちょっとペットに関するね、ボキャブラリーを増やしたり、あと会話をするときにどういうふうな会話ができるかね、というのを想定してちょっと会話文を作ってみるというのをやってみました。こういう感じで今日はね、一つのテーマの単語力を広げて会話にしてみるというのをやってみましたけど、いかがだったでしょうか。また次回もサバイバルで楽しいお勉強してまいりましょう。今回もご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、あとベルマーク登録ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、ハスタルゴー。